聖書を拝読します。第一ヨハネ 5-18 です。神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪い者は彼に触れることができないのです。イーミョン牧師先生が、神によって生まれた者は誰も罪を犯さないというメッセージを取り継ぎます。愛する生徒の皆さん、本人は忠実に仕え光を追い求めているというのに、その身が現れない場合があります。そんな時は自分でもわからない暗闇があるということを知るべきでしょう。ここで光とは、霊的に神様の属性である善、愛、真理を意味します。また暗闇とは、霊的な闇、すなわち悪と真理と反対のものを意味します。光の御言葉を聞いて暗闇を発見することは恵みで、祈って聖霊に満たされて暗闇を退けると強くされます。いくら恵みを受けて暗闇を発見しても、それを退けないでそのまま持っていれば何の役にも立ちません。それでこれまで自分に発見できなかった暗闇を発見して脱ぎ捨てる作業を続けていかなければなりません。このように暗闇に属するものを一つ一つ発見して脱ぎ捨て、完全に光の中を歩む人が神によって生まれたものです。では神によって生まれたものとは具体的にどんな人であり、その人には神様がどんな祝福をくださるのか調べてみましょう。韓国は現在自動車の生産量が世界5位ですが、自動車工場では多くの生産設備が自動化されています。ですから誰かがいちいち見ていなくても機械がそれぞれの役割をします。ある機械はネジだけ締めているかと思えば、ある機械はペンキだけ塗ります。これはコンピューターのプログラムで決まった働きだけするように設計されているからです。この例えを挙げたのは、神によって生まれた人とはどんな人なのかを説明するためです。一つのことだけ繰り返してするように設計されている機械のように、神によって生まれた人からは光に属する行い以外には出てきません。光と反対になる暗闇に属することはどんなに脅かされても行えません。例えば神様を信じる皆さんに、誰かを殺しなさいとか盗みをしなさいと言えばどうでしょうか。多分そんなことをする人は一人もいないでしょう。マタイ 5-28 に、真理と反対のことを心に抱くだけでも罪だとありますが、皆さんはどうでしょうか。全く光の次元に至った人ならば、いくら些細な罪でも犯せません。暗闇が決して光を覆えないように、霊的にも光の前にはどんな暗闇もつけることができないからです。本文第一ヨハネ 5-18 に、神によって生まれた者は誰も罪を犯さないことを私たちは知っていますとありますが、この御言葉は神によって生まれた人について明らかな定義を下しています。マタイ 7-22、 こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのですとある通り、行いを見ればどんな人なのか見分けられますが、罪を犯さない人が神によって生まれた人なのです。神様は一人子をお与えになったほどに私たちを愛されました。ですから私たちが神様を愛するのは当然のことです。神を愛するとは神の命令を守ることだと聖書にあります。また罪を犯してはならないともあるので、結果的に神様を愛する人は罪を犯せないのです。マルコ 7-21-23 に、内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公衆、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですとあります。つまり罪を誘発するような悪が心にない時でこそ罪を犯さないのです。
例えば上辺ではきれいに見えるものも顕微鏡で覗いてみればほとんどその中には細かい菌がたくさんあるのがわかります。それでこの菌が増えるような環境と条件が満たされると急速に増えます。同じように人も自分は悪がないと思うかもしれませんが清められる前は誰でも心をご覧になる神様にとっては悪があります。その悪が出てくるような状況になれば結局悪が現れます。ですからどんな状況でも罪を犯さないためには根にある悪はどんな悪でも捨てなければなりません。このように悪が全くないので罪を犯さずどんな状況でも変わらない人が神によって生まれた人なのです。もちろん私たちが聖霊を受けて新しく生まれて神の子供になれば狭い意味では神によっては生まれたものと言えるでしょう。生まれたばかりの赤ちゃんのような状態ですね。しかし本文の御言葉はこのような次元ではなく本当に心に悪がない神によって生まれたものを言うのです。エペソ4の13から15についに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためなのですとあります。つまり子供の信仰ではなくどんな状況でも揺るがずただ愛を持って真実を語りあらゆる点において成長してキリストに達した人でこそ本当に神によって生まれたものなのです。もし皆さんの中で信仰があるつもりで自分なりに忠実なのに祈りの答えがなくて試練困難がやってきたとすれば自分の信仰をチェックしてみますように。本当に変えられたいなら暗闇を見つけて脱ぎ捨てなければなりません。例えば相手が嫌味を言ってもムッとしないでただ善を見せるのです。自分は善を行っているのに相手が嫌味を言いました。でもそんな時でもムッとするならば心の深いところには妬みや比較する心があるということです。こういう真理と反対の心があることを認めて捨てる努力をしなければなりません。真理と反対のものを捨てるほど神様が望んでおられる姿になるのです。相手のせいにしないで自分の中にまだ真理と反対のものがあるからだと認めて自分の中にまだ真理と反対のものがあると認めて真理の心に変えていかなければなりません。罪を完全に捨てて神によって生まれた人になるべきでしょう。次に聖書の人物を調べてなぜ神によって生まれた人は罪を犯さないかを調べてみましょう。皆さん自身と比べて大きい恵みと悟りを得ますように。まずダニエルと3人の同僚です。霊の世界では罪がないことが力ですがダニエルは死も逃げていくほど罪がなく清かったので神によって生まれた人のサンプルと言えます。また火の燃える炉に投げ込まれても少しも傷つかないで生きて出てきたダニエルの3人の同僚も同じです。では彼らがどのくらい神様の前に行いが完全だったので罪がないというのでしょうか。 BC605年ユダがバビロン王ネブカデネザルの第一次侵攻を受けた時少年ダニエルはバビロンに捕虜として連れて行かれました。ところでネブカデネザル王はユーフワ政策の一環として捕虜の中から有能な人材を選んで国の働き人に登用したのですがダニエルは3人の同僚とともに高位の官職に就きました。その後 BC539年ネブカデネザルの息子ベルシャザルの時バビロンはメディアペルシャ軍によって滅ぼされペルシャ帝国が建てられます。
ペルシャのダリオス王が統治する時もダニエルはその国の3人の大臣の一人になりました。ダニエルは3人の中でも際立って優れていたので、王は彼をさらに高めて全国を治める地位に上げようとしました。これをした他の大臣と大使たちは妬んでダニエルを亡き者にしようとしたのですが、ダニエルに何の欠点も見つけられませんでした。すると彼らは一つ策略を立てて、30日間王以外にいかなる神にも人にも祈願をすれば獅子の穴に投げ込まれるという勤労王に制定させました。これはダニエルが毎日3度神殿があるエルサレムに向かって祈ることを知っていたので、ダニエルを殺すための罠でした。普通の人なら自分の名誉と権威を守って王の信任を失わないために1ヶ月だけ祈りをやめようと思うかもしれません。あるいはこっそり隠れて祈ることが知恵だと思うかもしれません。大臣なのに他の人が自分が祈ってるかどうか見に来ることもないでしょう。しかしダニエルはこれを知っていても妥協しないで獅子の穴に入るとしても、前の通り一日に三度ひざまずいて神様に感謝して心を尽くして祈りました。ダニエルの3人の同僚も普段より7倍も厚い炉に投げ込まれそうになっても偶像を拝まないで最後まで信仰の節義を守りました。ダニエルと3人の同僚は元捕虜の身分だったので、今まで蓄積してきた富と名誉と権威など世への未練が少しでもあったならこのような行いが出てこなかったでしょう。ところで今日どれほど多くの人が神様を信じると言いながらも世と妥協して生きているでしょうか。ダニエルや3人の同僚のように命の危険があるのでもないのに簡単に信仰を捨てて自分の考えに合わせて行動する場合があります。信仰生活の最も基本といえる10分の1献金だけでもそうです。10分の1献金をことごとくしないのはマラキ 3-8 の御言葉通り神様のものを盗むことなのに、金銭への欲のためこのとんでもない罪を犯すのが見られます。このように金銭への欲を持つとますます世に目が向くようになって後には安息日さえ犯すことがあります。ではダニエルの3人の同僚が火の燃え盛る炉の前で取った行動を調べてみましょう。ある日ネブカデネザル王が金で像を作って諸州のすべての高官を召集し奉献式に出席させました。そして誰でもひれ伏して金の像を拝まない者は直ちに火の燃える炉に投げ込まれると言ったのです。しかしシャデラクとメシャクとアベデネゴは大胆に信仰を守り、これによって訴えられます。ネブカデネザル王は彼らを呼んで甘い言葉で金の像を拝むように勧めました。今からでも拝めばそれでよしというのです。世でもこういうことがあります。自分の主張を最後まで負けなかった人でさえいざ命が危なくなると簡単に移り変わってしまうのに、王の勧めは振り切りにくい誘惑でした。しかしこんな王の勧めにも彼は次のように答えます。ダニエル 3-16-18、 私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。と言いました。愛する生徒の皆さん、昔心から主人に仕えたしもべや奴隷は、主人が濡れ衣を着せられて殺されることになっても、そばにいることを恐れませんでした。また、
王が反乱によって王位から追い出されて殺されることになれば、忠臣も王と共に死を選びました。彼らは信仰があるのでもなく、死んだ後に天国に行くという希望があるのでもなかったのです。それでも自分が仕えていた人と生死を共にすることを当然の道理と思ったのです。世の人もこうならば、まして創造主で人の生死家福をつかさどって宇宙万物を治めておられる神様を父と呼ぶ子供たちならどうするべきでしょうか。私たちには信仰があって天国への確かな希望があります。また第二テモテ 4-7-8 に、私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです、とある通り父なる神様が報いをくださることを期待しています。このような誠の信仰と希望があるなら、どんな状況でも妥協今日はありえず、死の前でも暗闇と共になれないのです。ダニエルや3人の同僚は死も怖くないほど神様を恐れて愛していたので、いくら小さいことでも神様の前に決して罪を犯す心がないことがわかります。このような心は彼らがバビロンに捕虜として連れてこられた時からよく現れています。当時ネブカデネザル王は捕虜の中から王族か貴族数人、すなわち身に欠陥がなく容姿が美しく賢い少年たちを連れてこさせて、自分たちの学問と言葉を教えました。これにダニエルと3人の少年も選ばれました。そして彼らには特別に王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒をあてがいました。ところが彼らはもしかしてその中に神様が禁じられた忌み嫌うべきものと偶像に備えたものがあるかもしれないと思って、野菜だけ食べて水だけ飲みました。このように神によって生まれた人は見過ごしがちな細かい部分までも調べて自分を守っていく人です。ですから神様は彼らの顔色を王のごちそうを食べている少年たちよりよく体も肥えるようにしてくださいました。このように全てのことに神様により頼んで、その前に完全でありたいと思う人は、神様は決して困難に遭うようにされず、さらに祝福してくださるのです。次にヨセフも神によって生まれた人だと言えます。ヨセフはイスラエルの先祖ヤコブの11番目の息子で、父にこの上なく愛されていましたが、腹違いの兄たちに妬まれてエジプトに奴隷として売られていきました。ヨセフがこうなったことには彼の完全でない行いに原因がありました。兄たちの過ちを父に告げ口して自慢して目立とうとする心など欠けている姿があったのです。もちろんヨセフは兄たちの過ちを父に知らせることが正しいと思ったのでそうしたのです。心の良い人は他の人がうまくいけば一緒に喜んで、自分が指摘されるときは感謝して早く改善していきますが、心の悪い人はさらに悪を表します。ヨセフがこういうことを念頭に置いていたなら、もっと賢く兄たちに接することができたでしょう。では私たちはこのようなヨセフの姿から何を悟れるでしょうか。神によって生まれたものになるためには、相手の過ちを暴こうとする心を捨てるべきだということです。本当に光を追い求める人なら、相手の過ちや短所は論じてもいけないし、他の人に伝えることはもっとあってはなりません。自分の中に暗闇が少しもなければ、知らない間にもこういう姿は出てきません。むしろ相手の過ちを愛で覆って、目上の人の過ちなら自分の過ちのように思って祈り、責任を感じます。
神様が望んでおられるのは、自分に間違いがなかったとしてもその場にいたということだけでも自分のせいだと思う心です。したがって目上の人の過ちを発見したとき、これを知らせようとするなら、どれほど暗闇にいるかを悟らなければなりません。創世記9章に出てくるノアの次男ハムがそうでした。ノアは洪水の後農業を始めてブドウの木を植えたのですが、ある日ブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になって寝ていました。次男のハムが父のこんな姿を見て、すぐに他の兄弟に知らせました。しかしハムとは違って他の二人の息子セムとヤペテは着物を持って後ろ向きに入って父の裸を覆いました。その結果セムとヤペテは大きい祝福を受けましたが、父の過ちを暴いたハムはその子孫にセムとヤペトのしもべになるという呪いが臨みました。これで私たちは目上の人の過ちを暴こうとする姿がどれほど暗闇に属しているかを悟って、その結果も心に留めなければなりません。目下の人の過ちも同じです。目下の人に過ちがあるなら、自分が上司として指導して教えられないから起きたことだと思うべきなのに、かえってこれを広く知らせようとするなら、これも暗闇に属することです。ただ許しの心になって相手が立ち返れるように祈って愛の進めをしなければならないんです。ヨセフを通して私たちがもう一つ悟るべきことは、相手の妬みと憎しみを誘発しないだけでなく、怒りまでなだめるべきだということです。ヨセフは真理を悟れないまま兄たちの告げ口をして兄たちの妬みと憎しみを買いましたが、真理を知っている人なら知恵を持って相手に誤解させてはなりません。これはイエス様の行いでよくわかります。イエス様は当時すべてのユダヤ人が民の維持のために納めていた納入金を納めないと言っている人々がいるのを知って、彼らを誤解させないためにペテロを通して税金を納められました。イエス様は天地万物の主である神様の一人子で宮の主人ですから、納入金を納めなくてもよいのですが、些細な言い争いと誤解さえもなくすためにこうされたのです。また使徒パウルは第一コリント8の13で、ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためですと言いました。使徒パウルはいくらでも信仰によって食べることができるのに、もしやこれを見た人がつまずきそうなら、いっそ食べないと言ったのです。このように自分の目に正しいからといって行うのではなく、相手の立場になってもう一度考えてから行う知恵が必要です。ヨセフにはこのような点が欠けていたので、兄たちの妬みと憎しみを買ってエジプトに奴隷として売られていったのです。しかしヨセフは奴隷として売られたことと監獄に入る出来事を経験しながら、次第に神様が望んでおられる器に変えられていきます。奴隷として低くなる方法を学んだし、監獄にいながら忍耐する方法を学んだのです。また自分が正しいと思った通りに行うのではなく、神様の御目に正しいことを行う心になったのです。このように次第に心が清くなって、どんなに誘惑されても罪を犯さない全き心に変えられたので、神様はヨセフをエジプト全土の統治者にされました。自分が本当に神様を信じているなら、どんなに悔しい思いにあっても人のせいにしません。ある方はこう言ってます。メッセージを聞いてたのは本当に簡単そうに聞こえると言いました。でも1週間経ってそのメッセージを忘れて、日常生活の中ではそれが守れないのが分かるということです。私たちはメッセージを何度か聞いてそれでいいのではなく、
実際にやってみなければなりません。ピアノでも同じですね。ピアノを習う時もただ見て教わるだけではなくて自分でも練習しなければいけませんね。スポーツでも同じです。このように同じことです。自分の中でまだ自分の利益を求める心があるのに、それが実践できないときには祈って生きなければなりません。ヨセフのようです。相手がどんなことをしても自分は善を行うようになれるように、御言葉を行うことができるように、日常生活で行わなければなりません。できなければダニエル哲也祈祷会で祈らなければなりません。こうして何度も何度も行っていけば神様が助けてくださいます。このように神によって生まれたものになるためには、罪を犯す余地さえないように罪の根まで引き抜かなければならないのです。では神によって生まれたものが罪を犯すはずがない理由は何でしょうか。第一ヨハネ 3-9 に、誰でも神から生まれたものは罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのですとあります。ここで神の種とは何でしょうか。ルカ 8-11 以下でイエス様は地の例えで、種は神の言葉ですと言われました。つまり種とは真理で、言葉が人となってこの地上に来られたイエス・キリストです。したがって神の種がその人のうちにとどまっているとは、神の言葉がその心に望んでいることを意味するのです。ここで神の言葉が望んでいるとは、御言葉が頭に知識としてだけ積まれているのではなく、霊的に糧とした状態を言います。御言葉を霊的に糧としたなら必ず行いが伴います。現実の環境や条件を見るのではなく、父なる神様の御心は何か、光真理は何かを考えてそのまま行います。自分のうちに悪があり真理と反対のものがあるから、神様の御心に従えないのであって、試練にあって闇、真理と反対のものを捨てて神によって生まれたものになれば、いつでも神様の御心の通りに行い、真理を行います。その結果、神様に愛されて支えられるのです。この模範がイエス様でした。第一ヨハネ 3-9、その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。の、その人とは、イエス様を指します。言葉が人となってこの地上に来られたイエス様は、神様の心をそのまま持っておられたので、真理にあって神様の御心に従って愛で全ての律法を全うされました。これはイエス様が神から生まれた方であり、神の種がそのうちにとどまっていることを証ししています。したがって神の言葉を心にしっかりまいて糧としてこそ罪を犯さないのであって、神によって生まれたものになるのです。愛する生徒の皆さん、私たちは周りから、あの人は神様によって生まれた人だと認められなければなりません。そのためには、どんな状況でも罪を犯してはなりません。このように神によって生まれたものになれば、その証拠が現れます。申命記 28-7 に、主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろうとあります。たとえ敵である悪魔が試練困難をもたらしても、本当に神によって生まれた人は神様が退けて守ってくださるので、どんな問題も離れるだけでなく、光の子供とされた特権があるので、驚くべき祝福を受けていきます。詩編 121-1-4 を読むと、神様が私たちをどのように守ってくださるかよくわかります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせる。あなたを守る者はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。とあります。
まどろむことも眠ることもない全知全能の神様が私たちといつも共に歩まれるなら、確かな証拠が現れます。行くところではどこででも暗闇が消えて、やってくる暗闇も退いて、万事につけ祝福されるのです。従って、信じますと自信を持って告白できて、私は神によって生まれたものだと自負できるならば、その証拠としてこのような体験をしていくはずです。神によって生まれたものだという証拠が現れて、栄える祝福を受けるためには祈りが必要です。詩編116-1に、私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるからとあります。このように祈りを聞いて応えてくださる神様を信じる人は、あれこれ問題があっても辛く思って否定的な告白をするはずがなく、ただ信仰の通りに神様が共におられることを体験します。ダニエルにも3人の同僚にも確かな証拠がありました。ダニエルの3人の同僚は、偶像を拝まないからといって普通より7倍も熱くした炉に投げ込まれましたが、火は彼らの体には効き目がなく、頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらなかったのです。神様が御使いを送って3人を守ってくださったのです。ダニエルも飢えた獅子の穴に投げ込まれたのですが、傷一つなく出てきたのがわかります。ダニエル 6-22 で、ダニエルは王に、私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていませんと告白します。神様が御使いを送って獅子の口を塞がれたので、獅子はダニエルに害を加えることができなかったのです。このように神によって生まれたものは神様が共におられる御業を体験できるのです。私たちも彼らのような心で信仰を守り、すべてにおいて神様により頼んでいくなら、決して害を受けることがなく、かえって敵である悪魔を支配する御業が起こります。肉の思いを珍して妥協すれば問題が起きますが、このように信仰を見せれば神様の栄光を見るようになるのです。まあ、民中央教会は世界宣教をしてきました。遠藤牧師先生はどんな妨害があっても大胆に叫ばれました。神様は癒しの御業を表してくださると叫ばれました。それを聞いて、あんなことをおっしゃって、もし神の力が現れなかったらどうしようと心配したそうです。ですけれども、どうでしたか？台風を退けられましたね。神の人というのは、神様が共におられて、神の力を表してくださいました。道会長、イスティン牧師先生もそうです。世界宣教も、もう少し時が来るまで、待つと言われていました。今回の夏のキャンプでもどれほど驚くべき御業が現れたでしょうか。今でもその癒しの御業は現れています。詩編23-4、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですという告白ができるのです。また、神によって生まれた人は経済的な困難とも関係がなくなるはずです。私には相続財産がなくてとか、景気が悪いからなどと言い訳ができないのは、全能の神様が共におられるからです。ヨセフは他国に奴隷として売られても神様が守って共におられたので、一国の統治者になったのではありませんか。神によって生まれた人なら、神様がその全ての歩みを導いて守られ、いつもあふれる祝福をくださいます。たとえまだ完全に神によって生まれたものと言えなくても、信仰があって神様を愛するので、熱心に御言葉通り行って、悪はどんな悪でも避けていくので、神様が
鞭と杖になって守ってくださるのです。ダニエルの3人の同僚、火の燃える炉から救い出された神様、ダニエルを獅子の穴の中から救い出された神様は今日も同じように働いてくださいます。さらに今は恵みの時代で聖霊の時代なので、その時よりもっと大きい恩寵を施されるのです。そして神様によって生まれた人というのは何の心配もありませんね。ですから死を前にしてもダニエルも3人の同僚も恐れなかったのです。このように神様が共におられるようにするためには、まず神によって生まれたものと認められなくてはなりません。決して罪を犯してはならないのです。そしてもし正道を歩んでいてダニエルや3人の同僚のような困難にあったら、これは祝福です。神様が全てのことを働かせて益としてくださり、天の報いも大きいのでかえって喜び踊らなければなりません。アブラハムはエジプトで妻を奪われる試練に遭いましたが、神様が祝福のきっかけに変えてくださいました。神様はエジプトのパロの家にひどい災害を下されたので妻を返してもらい、奴隷と羊や牛なども所有するようになりました。まだ信仰が弱くて、時には罪を犯して完全に光の中にとどまれなくても、皆さんが光に近づくために努力するなら神様は喜んでお受けになります。自分に発見される罪と血を流すまで戦って捨て、御言葉通りに熱心に行っていけば毎日光に近づくことができるからです。こういう人はアブラハムが試練の家庭にいてもいつも栄えていたように、まだ光に完全に入っていなくても困難に合わないで栄えます。聞き従う姿勢になっているので、祝福を受けながら練られていくのです。ですからまだ信仰が弱くても心配はいりません。私たちがアブラハムのような従順の心にさえなれば、神様は完全に光に入る時まで導いてくださるからです。揺るがない心を持って光に向かっていくので、神様はこのような人を愛していつも炎のような御根で守ってくださるのです。第一ペテロ 3-13 に、もしあなた方が善に熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょうとあります。光に属していて熱心に善を行う人なら誰も害を加えることができないということです。誰かが皆さんの善を悪で報いても、ただ真理の御言葉に従ってその悪をまた善で報いていくと、神様は必ず守ってくださいます。中には何度かは善で報いてみて、相手が続けて悪を行えば結局は一緒に悪を行う人がいます。しかし最後まで愛と許しで行われた主の心になるなら、このような光には暗闇が近づくこともできません。私は道会長先生に相談したことがあります。私はこのように善を持って行って譲ったのに別の結果が出たんですと。でその時私は、ちょっとムッとしたことがあったと言いました。そうすると道会長先生は、ああそうですか、イミヨン牧師先生間違ってますねと言われました。で他の人がもしそう言ったら、私間違ってないと思うけどと思ったかもしれません。でもこれは確かに間違っているのですね。もし自分が善を行っても相手が悪で返してきたらば、ああその人はまだそういうの受け入れられないんだなと、そういうふうに思って祈ってあげなければいけなかったのですね。
ですから道会長先生が、先生は間違っていますねと言われたのですね。道会長先生もいつも愛されて認められて、そういう時ばかりではなかったのです。むしろ反対に言われたことが多かったのです。その時にも先生はひざまずいて神様に祈って黙々と忍んでおられました。それを見て私は、ああこれが神様を愛する人の心なんだと。で、相手のために祈る人、相手が変えられるのを待つ心、それが大事なんだと思いました。そうすると神様が働いてくださるのですね。ですから、このようにして皆さんは完全に光にとどまって神によって生まれた人になるまで変わらない心で走っていきますように。するとマタイ 5-18 に、誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されますとある通り、神様の約束は御言葉を信じて従う人に必ず成就します。神様が聖書にダニエルや3人の同僚ヨセフのような昔の信仰の人々について記しておかれたのは、それを読む人々が見習うためです。またあなた方もこのように行えば祝福を与えるという確かな神様の約束です。神様は必ず約束を守る誠実な方で、間違いのない方だからです。ところがこういう確かな約束があるにもかかわらず、多くの人がすぐ目の前の現実だけ見るので、御言葉通り行えずに妥協して自分の考えに合わせて行うのが見られます。ですからこのような姿をダニエルや3人の同僚の光で照らしてみると、暗闇が明らかになるのです。つまりこのような暗闇が残っているので、公義の神様はサタンの訴えを聞き入れるしかないのです。結論です。今日は私たちが本当に神様が望んでおられる光の人になった時、それに伴う確かな証拠がどんなものかを調べてみました。いつも真理の中、光の中を歩めば神様は間違いなく働いて約束を守ってくださいます。崖っぷちに立っていても、主の救いの御手が皆さんを掴んでくだされば、恐れや心配があるでしょうか。詩編 27-1、 主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう、主は私の命の砦、誰を私は怖がろう、というダビデの告白が皆さんの告白になるでしょう。したがっていつも光の中にとどまって、暗闇とは全く関係のない生き方、いつも勝利する生き方をされますよう、主の皆によって祈ります。聞いた御言葉を思い出してご一緒に祈ります。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。